無敵のハンディキャップの著者、北島行徳氏による小説を映画化した、バケツと僕のポスタービジュアルと予告編が、このほど披露された。前川清の長男である、シンガーソングライター、後期と、日本の孫と親しまれる、演歌歌手、徳永祐希が、ダブル主演した今作。ビジュアルと映像は、最強のバディムービーが誕生。というコピー通り、 二人による純粋で感動的な物語の一端を捉えている。養護施設で働くことになった上島、幸武氏は、軽度の知的障害と頭壁のある15歳の少年、バケツ、徳永と出会う。母親から虐待を受け、捨てられて、施設に入ったバケツは、唯一の兄弟からも見放され、施設からも追い出されてしまうが、上島は彼を引き取り、共同生活を始める。 予告編には、バケツが、密かに思いを寄せる黒田役の、岡本玲、バケツの姉、みゆき役の、竹島由かほか、杉田香る、ダチョウクラブの彦勝博、ひごかつ寺門じも上島竜平も登場。後期が手がけた、主題歌、虹色のファンタジーに乗せ、虐待や孤児、ネグレクトといった、社会問題、健常者と障害者の垣根を越えた友情を、 純粋な視点で映し出している。バケツと僕は小林正宏や元木勝英のもとで助監督を務めた石田和彦が65歳にして監督デビューを果たした。3月3日から東京、新宿 KS シネ他全国で公開。